ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。3G かな、やっぱり 4G かな。ここは思い切って 5G かな。あら魔理沙、どうしたの？スマホでも買い替えるの？誰もそんなこと言ってないんだわさ。え？だって 4G とか 5G とかって言ってたじゃない。それとスマホと何の関係があるんだ？モバイル通信ネットワークの移動通信システムの第4世代が 4G、第5世代が 5G なのは知ってる？知らんがな。超高速超低遅延多数同時接続が特徴の 5G は2020年代に入ってから主流になっているのよ。5G は電波の帯域幅が広がることで実現できるようになったのよ。ふん。知識マウントやめてもらえます？じゃあマリサの言っていた 4G とか 5G って何よ？時事活だよ。老人ホームで肩叩きをするとお小遣いがもらえるバイトがあるんだぜ。じじい一人につき2時間で20円。だから100円稼ごうと思ったら、5G で10時間労働なんだわさ。G はジェネレーションの G じゃなくて、じじいの G だった。でも労働の対価としてお金を稼ぐのは良いことだと思うわ。だろ？だろ？ 100 円あったら 5G さんのスマホ買えるかな？ 5 バーさんも買えるかな？買えるわけないだろがい。そうなの？電波まみれな生活をしたかったのに残念なんだぜ。代わりにと言ってはなんだけど、そんなマリサには電波つながりな事件を解説しようと思うわ。電波を大切にね。ということでゆっくりしていってね。事件概要。この事件は2018年3月11日、当時41歳だった徳永美穂さんの息子である日の丸さんが SNS に美穂さんの画像などを載せ、目撃情報の提供を求めたことから発覚した。目撃情報？ってことは、美穂さんはどっか行っちゃったの？そうなのよ。失踪してしまったそうなの。事故にあったとか、事件に巻き込まれたとか？大変じゃん。息子さん心配だよ。確かに大変だったのよ。でもその失踪の原因を知れば驚愕よ。もしかして誰かに誘拐されたとか？事件に巻き込まれちゃったのかな？その理由は、駆け落ちだったのよ。そっか。駆け落ちだったのか、ならまずはよかったな。なぬ？なんだ、その唐突なメロドラマな展開。しかも美穂さんの駆け落ち相手の S さんは、聞いて驚かないでちょうだいよ。なんと当時大学生だったのよ。若いツバメ来たー。41歳の美穂さーん。私も若いギャルと駆け落ちしたいよー。うぷ主の声がでかすぎるわよ。かたじけない。子供がいるのに駆け落ちってダメだろ。旦那さんとかもいたんじゃないの？それに、なんで駆け落ちしたこととか、相手が大学生だってことがわかるのさ。それは、家族がアップした画像っていうのが、美穂さんの写真だけでなく、S さんのフルネームに通学している学校名や、年齢などといった個人情報、さらに美穂さんに送ったラブレターまでアップされていたからよ。証拠は全てありますというコメント入りでね。うわわわわ、まるで文春法なんだわさ。事実無根なので訴えます。でも内容はどんななのか興味津々。そういう心理が週刊文春の売り上げに結びついているのよね。だけど、ご要望にお答えして紹介するわ。美穂へ。改めて美穂って呼ぶのはなんだか気が引けるけど、いつかそう呼べたらなって思ってた。それは多分、俺が美穂のことを好きになったその時からずっと。それからというものの、二人で過ごすことのできる時間は変わらずわずかであるけれど、その一瞬が、俺にとっては何よりも大切です。君の顔、表情はもちろん、声、仕草、話していたこと、香り、目尻から指先まで、すべてが愛しくて、すべてを覚えていたくて、すべてを目に焼き付けて帰ろうと、いつも必死。俺は本気で、美穂のことが好きです。まだ、俺は君に会うのがなんでこんなに遅かったのか、なんで君と同じ世代に、生まれなかったのか、なんで今の状況なのか、とか、やりきれない思いは尽きないけれど、それでも俺は君を愛してる。今、目の前にいる君を愛してます。今の俺にできるのは、今の君を愛することと、未来、君を幸せにするために、努力することしかできないけど、いつか、君と一緒に朝を迎え、おはよう、と言える日を夢見ています。いつか、君を幸せにさせてください。愛しています。永遠に。やめて、聞いててかゆくなるー。内容を聞きたいって言ったのはマリサだろがい。でも若い男の子からもらって、本人は相当嬉しいんだろうな。私のところに届くのなんてせいぜい国民年金の督促状くらいのもんだ。ガハハハ。ちゃんと払え。ちなみにその時に美穂さんがもらった手紙がこれよ。ん？熱烈な割にはノートに殴り書き？勢いで書いちゃったのかな。若いねー。でも今時の若者にしては昭和な手法なんだわさ。しかも手紙の折り方も、授業中にこの手紙回してな感じ。
確かにね。でもラブレターは何通も送っていたみたいよ。どっちにしても妻や母親に宛てたこんなものを見つけちゃったら、家族もドン引きング。ただ、このラブレターに関しては疑惑があるの。疑惑って何よ？もしかしてサムラゴーチの代わりに新垣さんが書いた的な？ゴーストライターのことを言ってるのね。でも、あながち遠くはないわ。その昭和館からカズマさんが書いたものではとか、文体から、タカラさんが書いたものではないかとか、ネット上では考察されたけど真相は謎なの。おめえカズマさんとかタカラさんとか普通に言ってるけど誰のこと言ってんだよゴルア、解説者首にすんぞ。あ、ごめんなさい。カズマさんはミホさんの夫で、タカラさんはミホさんの娘ね。ごめん聞いてなかった。引き役首にするわよ。へえ、でもなんで家族がそんな捏造みたいなことをする必要があるんだ？それが謎なのよ。さらにカズマさんは SNS で、大学生の S さんが風の族太郎好きなど暴露もしているわ。何か不穏な匂いがプンプン。日の丸さんの投稿翌日には、娘の宝さんも仲が良かった頃の家族写真を載せて、こんな書き込みをしているわ。いなくなってから17日が経つ。あと何回泣けばママは帰ってくるの？もっと写真も撮りたかった。もっといっぱい話したいこともあった。こんなことになるならもっと一つ一つの時間を大切にしていた。後悔ばかり。寂しいよ。やるせないよ。家族のためにも早く帰っておくれよ。いやちょっちまっちょ。ずっと聞いてたけど、このチャンネルで取り上げるほどの強烈な事件じゃなくね。マリサはとんでもない事件の解説を聞きすぎて、感覚が麻痺しちゃっているのかもしれないわね。でもこの徳永美穂さんと大学生の駆け落ちが注目されたのは、美穂さんの過去に理由があるの。と言いますと、実は美穂さんは元アイドルだったのよ。そうなの？しそじの元アイドルが大学生と駆け落ちだっくんだ。あれ？美穂さんって言ってた？美穂？もしかして中山美穂。電波57号よ。誰だ？知らん。解散。最後まで聞きなさい。ではここから美穂さんの経歴について解説するわね。頼んますフリーパス。徳永美穂さんについて。マリサはすすめ、電波少年っていうテレビ番組は知ってる？知ってる知ってる。今のテレビでは絶対にやれないようなアポなし企画とか、紅白歌合戦の司会にまで上り詰めたけど、オール巨人さんに破門されている、有吉弘行さんとその同級生コンビのヒッチハイク企画とかをやっていた番組でしょ？それそれ。1990年代の番組なのにマリサは詳しいわね。あの番組って私たちみたいに、MC が顔だけしか映っていなかったから親近感があるんだぜ。確かにね。でも電波このことは覚えてないの？まあね。この番組のマスコットとして、タキシマアズサさんが初代電波子として1993年春にデビューした後、彼女の妹分としてオーディションで、2号から28号までの27人が選ばれたんだけど、美穂さんはその17号として活躍していたの。この番組以外でもドラマや映画に出演していて、電波子の中でも売れていた方だったわ。でも知らん。このチャンネルの視聴者の皆さんは、リアルタイムで見ていた世代が多いから、きっとわかっているんじゃないかな。いや知らん。当時を知っている視聴者の方は、コメントをお願いします。お願いされても知らん。その後、1997年にアマチュアボクシングの元チャンピオンで、歯科医師の徳永和真さんと結婚。19歳で芸能界を引退した美穂さんは、三男一女に恵まれたわ。和真さんってばアイドルと結婚だなんて羨ましすぎ。お子さんは全員年子で、美穂さんの失踪が発覚した当時は、大学3年で21歳の長男を筆頭に、大学2年で20歳の次男、大学1年で19歳の三男、その春から大学に進学する18歳の長女がいた。4人も年子って、お腹を休める時間なかったの？子育てもさぞかし大変だったろうな。旦那さんも賢くて強くてお金持ち、羨ましいんだわさ。100円ちょうだい。周囲からすれば、まさに幸せを絵に描いたような家庭に見えるわよね。見える見える。どこからどう見ても幸せしかないっしょ？そもそも美穂さんと S さんはどこで知り合って AS フォーリンラブしちゃったのさ。美穂さんと S さんが知り合ったきっかけは、マッチングアプリだったそうよ。マッチです。この頃から美穂さんはスマホを肌身離さず持ち歩くようになった。これはもう、浮気している人の特徴よね。S さんは美穂さんが既婚者だって知らなかったのか？いや、美穂さんは2017年10月頃、夫の和真さんに S さんを紹介しているわ。一緒にお茶してほしい人がいる。と美穂さんがお願いしたことから3人で顔合わせしているんだって。は？あなたは一体何をおっしゃっているんですの？頭、おかしくなられました？マリサが混乱するのも無理はないわね。カズマさんもさすがに心配になったようで、自分のいないところではやり取りをしないよう、美穂さんに釘を刺していたんだって。
公認ではないけど、公然の中ってコツ？そういうことになるわね。マッチングアプリで知り合った男と自分のいるところでやり取りされても嫌だろう？普通は連絡を取り合うなと言うでしょうね。で、相手の S さんってどんな男性だったの？美穂さんとは親子ぐらいの歳の差でしょ？千葉県出身で当時21歳だった S さんは、地元の私立高校を卒業後、浪人して法政大学法学部国際政治学科に入学した。だから当時は2年生ね。所属していたのはかくれんぼサークルよ。サークルでもかくれんぼしていたなんてびっくりなんだわさ。確かにそうね。かくれんぼだけじゃなく、学園祭なんかでスポーツをやったり、夏はバーベキューや合宿、冬は雪合戦とか、いろんなイベントを開催していたみたいだけどね。そんだけ学生生活を満喫していたなら出会いも多そうなのにな。年上のお姉様がお好みだったのかな？その辺のところはよくわからないけど、S さんはきっと本気だったんでしょうね。そんな若い情熱に美穂さんもほだされちゃったってことかもしれないわ。それで駆け落ちって言っても、S さんはまだ学生だし、美穂さんは専業主婦でしょ？どうやって生計を立てるつもりだったのか謎なんだぜ。2018年2月24日、美穂さんがカズマさんとの約束を破ってこっそり S さんと連絡を取り、二人きりで会っていたことがカズマさんにバレて口論となってしまったわ。やばーい、修羅場確定。美穂さんはパジャマ姿のまま、自分や子供の預金通帳数冊だけを持って家を飛び出した。衝動的。いや待てバカ、なんで子供の通帳まで持ってくんだバカ。その口座には、当時大学に通う子供たちの奨学金や授業料、生活費が積み立ててあったけど、それら合計約200万円が引き出され、通帳と一緒に家族写真も送り返されてきたそうなの。そしてそれきり音沙汰もなく、行方不明になってしまった。鬼母、子供たちがかわいそうすぎるだろがい、途方に暮れちゃうんだわさ。日の丸さんは、生活費はアルバイト代でやりくりしていたから、このままだと学費が払えないと困っていたわ。それは大変だよ。通過自分たちよりも同じ年代の男に走る母親もキモいよな。でも母親である美穂さんに対しては、初めは何で持っていたんだという気持ちがあったんですけど、今は怒りとかそういう感情はないですと語ったの。こんなに寛長なじゃない寛容な息子さんを見捨ててまで S さんと添い遂げたいなんて、よっぽどの覚悟だったのかな。スマホも持っていかなかったんでしょ？この時、カズマさんに取り上げられていたからスマホは持っていなかったようね。それだと S さんとの連絡手段はテレパシーしか残されてないってわけか。実はこの翌日、S さんは留学先のフィリピンから帰国しているんだけど、自宅には戻らず、そのまま行方不明になってしまったという。S さんもスマホは持っていかなかったようよ。留学してたの？ S さんが在籍していた国際政治学科には、フィリピンでの短期語学研修プログラムがあるの。だからそれに参加していたのかもしれないわね。ほうほう。だから S さんとは例えば事前に相談して、落ち合う場所を決めていたんじゃないかな。帰国日は決まっていたんだろうから。だとしたら、計画的な家出だったのかな。おそらくそうでしょうね。実は美穂さんはもう一台スマホを持っていたことを宝さんは知っていて、それを持って出て行った可能性が高いというの。でも何度 LINE にメッセージを送っても既読はつかなかったんだけどね。じゃあ S さんももう一台スマホを持っていた可能性もあるじゃん。テレパシーじゃなかったんだ。ちなみに美穂さんが置いていったスマホには、S さんとの写真や LINE のやり取りが残っていたわ。それに S さんからもらった手紙も置いていったから、SNS で晒されちゃったみたいね。だったら最初から内緒のスマホでだけやり取りをすればよかったのにバカなのかな？美穂さんが家を出た翌日、家族は捜索願いを出したけど有力な情報は得られなかったことから、背に腹は変えられなくなって、日の丸さんも書き込みをしちゃったのかもしれないわね。だけど、S さんの個人情報を流したことで、結構バッシングはあったみたいよ。少しでも見つかる可能性があればという息子さんの必死の叫びかもしれないけどな。この書き込みから数日後にはワイドショーなどでこの失踪事件が取り上げられて話題となったの。いかにも後追い取材が大好き系な週刊誌が食いつきそうなゴシップネタなんだぜ。カズマさんについて。ここで美穂さんの夫であるカズマさんについても触れておくわね。アマチュアボクシングの元チャンピオンで歯医者さん以外にも何か情報があるの？盛りだくさんよ。マリサは羽賀健二さんって知ってる？うろ覚えだけど、沖縄県出身で本名は遠間美希夫。初代いとも青年隊のメンバーで、たっちゃん付けでおなじみの梅宮達夫さんの娘。梅宮アンナさんと付き合っている時にペアヌード写真集を出しておきながら、女性にもお金にもだらしないもんだから、たっちゃんに嫌われちゃって焦った結果、征夷大将軍なんて抜かしていた気概の悪ってことは覚えているんだぜ。こいつ羽賀健二に詳しすぎー。
じゃあ、羽賀健二さんがかつて起こした事件のことは知っている？野々村誠の飲み物に唾を入れてたんか？そんな事件じゃないわ。簡単に解説すると、まず2001年2月に知り合いの不動産会社社長に、医療関連の未公開株を。通常はもっと高いが、芸能人の僕だからルートがあって1株120万円で買える。絶対に損はさせない。元本を保証する。などと必要に購入を促して契約させ、2001年7月から10月にかけて、290株分と仲介料で約3億7000万円分もの金額を支払わせたの。実際は1株40万円の株だったのに。さ、3倍も多。暴利小五郎にも程があるんだわさ。40万で290株だったら、ざっと計算して9兆7000万円くらいか？ 1億1600万円よ。つまり、2億数千万円の利益を上げていたわ。しかもこの医療関連会社は、2001年8月には経営が破綻していたのに、不動産会社社長はそれを知らされることなく、代金を支払っていたというのよ。カビビーン、誠意のかけらもねえ、ただの悪代官なんだろこんなの。でもこの事件では大阪地裁は羽賀被告に無罪の判決を言い渡しているのよ。なぜなぜ？そこにはカズマさんが関与していたの。へ？どういうこと？実はカズマさんと羽賀さんは1994年頃からの知り合いで、一緒に海外旅行をしたり、共通の知人がハワイで挙げた結婚式に共に参列したり、生涯の友を名乗って、頻繁に連絡を取り合う仲だったのよ。生涯の友なんてなかなか言えないよ。ところが2008年8月に大阪地裁で行われた羽賀さんの公判で、証人として出廷した際には、羽賀被告と知り合ったのは1998年で、カフェで顔を合わせた程度と証言。さらには裁判で最大の争点となった、被害者とされる羽賀被告の知人男性が、株の元値を知った上で高値で買い取ったかどうかについても、知人男性は知っていたと、虚偽の証言をしたわ。このことから、大阪地裁は2008年11月、羽賀被告に無罪判決を言い渡したのよ。ヌアンデスト？嘘ついたってこと？罪深すぎるんですけど。でもこのことが明るみになってカズマさんは偽証罪で在宅起訴され、2010年11月25日に懲役1年6ヶ月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡されているわ。裁判官ぶっちょぶ。羽賀被告は、2007年6月30日にも未公開株を元値を隠して高値で売りつけて、債務を逃れようとした容疑で、元 WBA WBC 世界スーパーフライ級のチャンピオンだった。渡辺二郎らと共に詐欺恐喝未遂の罪で逮捕起訴されているから、疑われたのかもね。犯罪のミルフィーユや。この事件に関しては、一審は無罪、控訴審判決では懲役6年の判決が出て、最高裁で上告が棄却されたことから、羽賀に実刑判決が確定して沖縄刑務所に服役したわ。民事訴訟でも、2016年10月27日に大阪地裁から約4億円の支払いを命じられているわ。ところでこのバカチンでデカチンな羽賀健二の話はまだ続きます？ただでさえ霊夢の事件解説は長いから、途中で最初の方の内容を忘れちゃうんだよな。困るー。それはマリサの記憶力の問題よ。こちとら注意喚起、風化防止のために丁寧にやってんだよ。でもマリサがそう言うなら、偽装離婚による財産隠しとかのこととかは、また別の機会にでも解説するわね。まだあるんかい。で、羽賀健二って今はどこで何をしているのかな？引っ張るんかい。懲役1年2ヶ月の実刑が2020年10月5日に最高裁で確定して、再び沖縄刑務所で服役したけど、2021年9月に再出所。現在は人材派遣会社で働きつつ芸能活動をしたり、2023年7月にはホストデビューしたりしているよ。出た、このチャンネルの NG ワード、視聴者の皆さんも気をつけてねん。もちろん、トラブルがないホストも多いけどね。で、カズマさんが執行猶予付きの判決を受けた時って、美穂さんとは結婚していたよね？そうね。すでにお子さんも生まれているわね。執行猶予になったとはいえ、そんなことが起きて美穂さんも災難だったんだぜ。うん。でもこの頃から美穂さん一家にはさらなる不幸が襲いかかってくるのよ。どしたどした？話聞こか？カズマさんは糖尿病を発症して、その合併症で視力がどんどん落ちてしまったの。あらま大変、カズマさんって歯医者さんでしょ？治療にも影響が出ちゃうんじゃないのけ。そうなのよ。実はカズマさんは沖縄や千葉で3つの歯科医院を経営していて、ボクシングの経験から格闘家のマウスピースを作ったりして羽振りが良かったそうなんだけど、この頃に近づいてきたのが羽賀健二だったの。槍の手万太郎に近づく槍の万太郎。二人は沖縄つながりがあったってことだな。その後、カズマさんは両目とも失明して全盲に、歯科医として仕事ができなくなってしまい、
障害基礎年金や障害厚生年金を受給する生活になったことで、家計も苦しくなっていったの。うわわわわ、子沢さんだし介護も必要だから、美穂さんもフルタイムで働くのは難しいよな。美穂さんが失踪した半年前には脳梗塞で入院もしていたからね。全盲になった頃はお子さんたちもまだ小さいし、ほぼワンオペで介護に子育てをして、しかも全員大学まで進学させたなんて、美穂さんは頑張り屋さんなんだな。でも経済的に厳しいことには変わりなかったから、一時期は生活保護も受けていたようね。もっと前だったという説もあるけど、実はこの頃、節税対策のためにカズマさんの発案で、美穂さんと書類上では離婚していて、でも実際は夫婦の関係は続けたまま、同居していたんだって。なぬ、それって偽造断婚じゃん。偽装離婚ね。なら、S さんとのことも戸籍上別れてんだから風の輪蔵でも駆け落ちでもないですやん。ところがカズマさんは美穂さんの失踪後に、再び婚姻届を提出しているの。どういうこと?美穂さんの同意は?ないわよ。勝手に出しちゃったの。だから後日、美穂さんが向こうを警察に訴えたそうよ。もしかして美穂さんが家を出たのって、S さんとのことだけじゃなくね?このことが明るみになってからは、そういう声も上がったわね。しかも美穂さんは長年にわたってカズマさんから、暴言を吐かれていたり、身の危険を感じるほどの暴力を受けていたそうよ。なんですと?元ボクシングチャンピオンでしょ?そんな人のパンチを食らったら大怪我だよ。美穂さんは添い遂げたかったよりも逃げ出したかったで確定ですやん。カズマさんは美穂さんが失踪した後、美穂さんと S さんに対して横領罪などで、裁判を起こす準備を始めた。そして要求書を S さんの実家に送ったところ、S さん側も弁護士を立てて、カズマさんに書面を送ってきたわ。うっわぁ。ドロドロの世界。だからカズマさんは裁判を起こすことにしたけど、その準備を進めていた2019年4月、思いもよらぬことが起きてしまったわ。美穂さん帰ってきた?いいえ。多臓器不全で帰らぬ人となったわ。去年57だったわ。ご冥福をお祈りします。4月6日に千葉県浦安市の斎場で行われた葬儀は長男さんが喪主を務め、身内だけで行われたの。参列者の話によると、子供たちは現実を受け入れられず、意気消沈していたそうよ。美穂さんは?姿は見せなかったわ。そんな時くらい姿を見せてあげても、とか思っちゃいました。その後、残された子供たちはどうしているんだい?実はこの後も徳永家は大変で、次男の神風が2020年3月に詐欺容疑で逮捕されているのよ。はい?今逮捕って言いました?言いました。一体何をやらかしちゃったの?神風はいわゆる特殊詐欺の受け子を派遣する仕事を受け負っていたのよ。カズマさんが亡くなった2019年4月頃には、すでに被害総額は2200万円以上だったというわ。やばばい。美穂さんが失踪した時は日の丸さんと同じ北海道の短期大学に通っていて、柔道をやっていたみたい。でもそれから半年ぐらい経った頃から、女の子を集めて合コンを開き、その参加者からお金を巻き上げたり、アルバイトと称して、友達を特殊詐欺に誘っていたようよ。こわこわこわ。お金に困ってその世界に足を踏み入れてしまったのかもしれないけど、残念よね。美穂さんも自分の息子が逮捕されたというニュースをどこかで目にしたんじゃね?どんな気持ちでいるんだろう。美穂さんは娘の宝さんとは連絡を取っているらしく、子供たちのことは心配していると、言っているそうよ。そうなの?じゃあ居所はわかるってこつ?いや、どこにいるかも誰かと一緒なのかも明かしてはいないみたいよ。失踪当時は JR 千葉駅で美穂さんらしき人物を見かけたという目撃情報はあったみたいだけど。そういえばさっき、美穂さんが再婚の向こうを警察に訴えたって言ったよね?うん。ってことは、美穂さんとは連絡が取れたってことなんじゃね?美穂さんが失踪した年の3月21日、カズマさんと宝さんが仮名で顔にモザイクをかけて、翌22日には二人とも実名顔出しで朝のワイドショーにテレビ出演したの。ええ?二人はどんなことを話したんだ?カズマさんはいつでも戻っておいでという感じですと語り、宝さんも、お母さんのこと大好きなんで、こういうことがあっても嫌いじゃないんで、会いに来てくれたら嬉しい。と美穂さんに呼びかけたわ。宝さんの言葉はともかく、カズマさんの言葉を素直に聞く気にはなれないんだぜ。確かにね。だから同じ日にこの件を特集していたバイキングの放送中に、美穂さんを名乗る人物から、報道に事実と異なる部分があると連絡があったそうなの。バイキングって、もしかして羽賀健二も出ていた笑っていいとも、の後番組か。点と点が繋がってしまった。何も繋がってないけど。そしてその後、2ヶ月ぐらいして美穂さんは警察に、自分が知らないうちにカズマさんとの婚姻届が出されている。この婚姻は不成立です。と訴えたそうよ。
なんでわかったんだろ？ S さんと婚姻届を出そうとしたとか？そこのところはわかっていないけど、宝さんの話によると、美穂さんの署名が入った婚姻届を宝さんが自宅で見つけて提出しようとしたところ、甲羅をこぼしちゃったから、新しい用紙に書き直し、美穂さんの署名は宝さんが代筆。美穂さんが失踪した1ヶ月後に一馬さんと宝さんが提出したんだって。いやいやいや、意味わかんないんですけど。美穂さんをつなぎ止めておくためにやったのかもしれないけど、これはアウトよね。勝手に署名をしたことで有印私文書偽造罪、勝手に提出したことで偽造有印私文書行使罪に、問われる可能性だってあるわよ。有民自分で偽造顔と偽造有民自分でメイク罪？言ってることが全然わからないわ。それで、美穂さんは今どこで何をしているの？はっきりとしたことはわからないけど、おそらく S さんと一緒にいるんじゃないかな。宝さんとは連絡を取っているみたいよ。ってことは結局、徳永家崩壊の原因って、美穂さんというよりは一馬さんってことなのかしら。美穂さんが家を出たのは、S さんとのことがあったのは事実とはいえ、一馬さんの暴れん坊っぷりがあってのことだったわけでしょ？そうね。美穂さんは宝さんにもそう話しているみたいよ。そのクソ旦那が病気で働けなくなって、優しくしてくれた若いツバメと母親が家で、学費を使い込まれた子供たちは途方に暮れたってことだもんね。父親にひどい目に遭わされた母親が、今度は子供たちに対してひどいことをしてるんだよな。まあでも、境遇には同情するけど次男が特殊詐欺に手を染めたのは別問題なんだわさ。親がろくでなしでも、自立してまともに生きている子供はたくさんいるぞ。確かにね、子供たちは当時は学生だったとはいえ、それなりの年齢だったわけだから、兄弟で支え合えば生きていけるし、きつい言い方かもしれないけど、不幸な境遇だからって犯罪に手を染めていいって道理にはならないんだぜ。しかも被害者がいるような犯罪は言語道断だ。まったくもってマリサの言う通りだと思うわ。グヘデロロロブヒハダホエ。来るとわかっててもキモ。一方で美穂さんも、辛さから逃れる方法は果たしてこのやり方しかなかったのか。大切な子供たちと離れてまで選んだ道は正解だったのかとかも考えちゃうんだわさ。当事者にしかわからない状況はあるとは思うけど、第三者を介して解決する道を探るとか、他に方法があったかもしれないわよね。これからもお子さんたちと会うことなく生きていくんだとしたら、それは悲しいことだよ。今回はいつも解説しているような事件とは違う内容だったけど、考えさせられたわね。家族ってもののあり方とかな。マリサにしては珍しくしんみりしちゃったわね。家族がいないとお小遣いがもらえないから、おやつが買えなくて困るんだわさ。ずこー。こいつおやつレベルでしか家族のありがたみがわかってねえ。どしゃわしゃさ。意味不明の肝。ということで、今回は元アイドル駆け落ち失踪事件を紹介したよ。最後までご視聴、ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。